コーディアレン・サター・ホワイトは、アメリカ合衆国、ミシシッピ州ジャクソン出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ、フリーエージェント。2005年の MLB ドラフト37巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名されたが、契約をせずに、ミシシッピ大学に進学した。2007年7月には、ブラジルのリオデジャネイロで行われた第15回。 パンアメリカン競技大会における野球競技のアメリカ合衆国代表に選ばれ銀メダルを獲得した。2008年の MLB ドラフト2巡目でデトロイトタイガースから指名されプロ入りした。契約後 a 級レイクランドフライングタイガースでプロデビューを果たすが不審によりルーキー級に降格。降格後は3試合に登板し、0勝0敗1セーブ、防御率0.00だったが、 ホイップ2.14と内容は悪かった。再小格すると、A プラス9では、計17試合に登板し、0勝0敗にセーブ、防御率4.42だった。2009年は、AA 級、LEC ウルブズで、クローザーとして34試合に登板し、4勝6敗12、セーブ、防御率は3.47。よし率4.93、12とかなりの、 請求難だった。2010年はシーズンを全休した。2011年は、ルーキー級で8試合に登板し、0勝0敗1セーブ、防御率は3.60。2012年は再びシーズンを全休すると、タイガースを解雇になった。2013年は独立リーグアメリカンアソシエーションのスーシティエクスプローラーズに所属し、19試合に登板。 2勝1敗1セーブ、防御率は0.65だった。2013年7月9日に、ニューヨークメッツとマイナー契約をした。A 級セントルーシーメッツに配属されると、主にロングリリーフとして16試合に、登板、2勝2敗防御率は2.78だったが、予視休率5.16と変わらず、請求難に悩まされた。オフには、アリゾナ周期リーグに参加した。 2014年は A 級ビンガムトンメッツで開幕を迎えると、クローザーとして48試合に登板し、3勝2敗15、セーブ、防御率は2.33という好成績を残した。2015年とリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズで開幕を迎えたが、不審で中継ぎに降格された。57試合に登板し、2勝0敗にセーブ、防御率は4.38。 2015年オフの11月に開催された第1回 WBSC プレミア12のアメリカ合衆国代表に選出された。同大会ではグループリーグで2試合と決勝1試合の計3試合に登板し、東園で開催された日本戦にも登板している。その際には福岡ソフトバンクホークスの松田信弘に本塁打を打たれた。大会後には ベネズエランウィンターリーグに参加した。2016年はロサンゼルスエンゼルスと契約し、トリプル A 級ソルトレークビーズでプレーした。中継ぎとして18試合に登板3勝1敗防御率1.80という好成績を残した。2016年6月13日に NPB の阪神タイガースと1年契約で合意した。背番号は75で、 登録名はサター・ホワイト。阪神ではこのシーズン当初に、クローザー候補として、右腕投手のマルコス・マテオとラファエル・ドリスを相次いで、獲得。二人とも、シーズン序盤で故障に見舞われるなど、一軍の救援陣が安定しなかったことから、中継ぎ要員としてサター・ホワイトの獲得に踏み切った。7月31日に右肘を痛めたドリスに代わって、入団後初の出場選手登録。 同日の対中日ドラゴンズ戦9回表に3番手投手として1軍デビューを果たした。1軍公式戦全体では20試合の当番で1勝1敗、6ホールド、防御率2.57をマーク。しかし、マテオの残留が決定し、さらにリリーフ要員としてロマン・メンデスを獲得することが決定していたことから、シーズン終了後の11月15日には、 翌2017年の契約を結ばないことが、球団から発表された。11月24日、自由契約公示された。2017年1月9日、ボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだが、スプリングトレーニング後の4月1日に FA になった。4月20日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。2018年5月31日に FA となる。 2018年7月2日にメキシカンリーグのメキシコシキレットデビルズと契約を結んだ。7月23日に FA となった。身長193センチメートルから角度ある最速時速154キロメートルの速球が武器の右腕。変化球はスライダーとスプリットを持っている。ありがとうございます。